シネマ 4D スタートアップガイド第9回。今回はカメラについて紹介をします。今シーンはすでにセットアップ済みなんですけれども、カメラを作ってみましょう。まずこのシーンで新規にカメラを作ってみましょう。カメラアイコンをクリックすると、今見ていたエディタビューの位置にカメラが新しく追加されます。これが今作成されたカメラです。このカメラにアングルを切り替えたい場合、この小さなファインダーのアイコンをクリックします。そうするとこのアイコンが白色になってカメラを切り替えることができます。クリックごとにカメラをオンオフになります。またビューのカメラメニューから使用カメラを切り替えることで、そのカメラに切り替えるということもできます。さて、今このシーンにはすでにカメラがあるわけですが、今作成したカメラを削除してカメラの階層を見てみましょう。オブジェクトマネージャーでカメラの階層が今非表示になっています。2つ縦に並んだ小さなボタンの上が赤くなっているとエディタビューで表示しないという状態になっているので、これを一度クリックしてグレーの状態に戻します。カメラには様々なパラメーターがありますが、今回は簡単に焦点距離について紹介をします。今4つのカメラがすでに作成済みで配置されています。ここでカメラ 15mm に切り替えてみましょう。これはカメラ 15mm を選択してオブジェクトタブを見ます。そうすると焦点距離が超広角 15mm となっています。ここがいわゆるカメラのレンズ変えるところで、デフォルトではクラシック 36mm になっていて、人が見た状態に近いのが 36mm と言われています。超広角が 15mm ですので、カメラ 50mm にするとデフォルトより少し望遠寄りのカメラになってきます。カメラ 80mm に切り替えると、こちらはポートレートの 80mm、それから 135mm にすると望遠レンズになってきます。望遠レンズにしていくと奥行き感が失われていきます。広角レンズと望遠レンズの特性についてはカメラの知識が非常に役に立ちます。例えば建築のような非常に大きなものを写したいときは、よく広角レンズを使いますが、狭い範囲を被写体に収めたい場合は望遠レンズを使います。続いて構図ヘルパーについて説明をします。まずカメラ 50mm にカメラを切り替えて、カメラのヌルオブジェクトの小さな2つある並んだ上側エディタビューでの表示をクリックするごとに色が変わりますが、ここを赤色にしてエディタビューから非表示にしておきます。なおカメラの構図については、構図ヘルパーについてはカメラを表示しておく必要があるので、カメラ 50mm のカメラだけはここのボタンを一度クリックして緑色にしてエディタビューで表示するようにしておきましょう。その他のカメラについては親のカメラに従、カメラの非表示の状態に従っているので隠れた状態になります。ここでまずカメラの 50mm を選択して構図タブを開き、構図ヘルパーでグリッドをオンにしてみます。グリッドが表示されていますが少し見にくいようですね。ライトオブジェクトも赤色にしてエディターから消しておきましょう。これで少しグリッド見やすくなりました。ここで三角分割とか黄金螺旋ですね、フィボナッチの螺旋ですね、黄金螺旋や対角線を使って構図を決めることができます。カメラアングルを決める際にはこのようなヘルパーを使うとカメラの構図が決めやすくなります。続いては建築物でよく使われる二点透視図法の設定についてです。まずは任意のカメラアングルで新しくカメラを作成します。カメラに切り替えておきます。そこでまずアングルを決めていきましょう。二点透視の場合、最も注意すべきのはカメラの座標の R の P ですね。ここを0にしておく必要があります。ここで P の Y を
200としておきます。さらに、広角レンズにして、建物の場合は広角レンズをよく使うので広角にしておきます。カメラ今水平になっているんですけれども、カメラのオフセットを使って、水平の角度を保ったままフィルム自体をオフセットさせる必要があります。二点透視図法の場合はカメラの水平の角度は変えれないので、この時に使うのがカメラの Y 方向のフィルムオフセットです。カメラを選択してオブジェクトタブから Y 方向のフィルムオフセットへ選択して、マイナス方向に数値を下げていくとフィルムがオフセットされますので、これで水平を保ったまま建物を収めることができます。同様に X 方向は横軸のフィルムオフセットになります。カメラの角度を変えないままフィルムだけをオフセットさせると。これを使うことによって二点透視図法のカメラアングルにすることができます。